ミスティークは、フォードが製造、マーキュリーブランドで販売していた自動車である。旧式化してきた、マーキュリートパーズの後継者として、欧州市場向けのフォードモンデをベースに開発され、1995年に発売された。フォードコントゥアのバッジエンジニアリングであり、メカニズムは同一。トパーズと同様に、マーキュリートレーサーとマーキュリーセーブルの間を埋める、ミドルクラスセダンである。 ベースとなったモンデオは、ステーションワゴンおよび5ドアハッチバックが存在したが、コントゥア同様、ミスティークは4ドアセダンのみ。デザインは、姉妹車のコントゥアとは違い、薄く横長のヘッドライトを配した保守的なもの。これは、マーキュリーの購買層を意識した結果である。搭載されるエンジンは、コントゥア同様。 2000cc 自家 4DOHC 及び 2500ccv6DOHC である。1998年には、コントゥア同様に1996年に一足、早く、マイナーチェンジを実施していたモンデオに準じた、フロントマスクを持つデザインへの変更が実施され、一見しただけでは同じ車とは思えないほどの変化を、遂げた。 ただコンテゥアがモンデオと同様の楕円形グリルを持つのに、対し逆台形のメッキグリルが与えられ、個性を強調している。またコンテゥアに設定された SVT 仕様は用意されていない。しかしミスティークはコンテゥアと同じくそのサイズが、北米市場では中途半端と受け取られ、価格も上位車種のマーキュリーセーブルと大きな差がなかったために売れ行きは芳しくなく、また、 品質の悪さが顧客から嫌われたこともあり、2000年を最後に生産が中止された。ミスティークは英語で神秘的な雰囲気、神秘性を意味する。ありがとうございます。